経営させていただきました。お疲れ様でした。本日の試合の方どうぞお願いいたします。はい、まあ、1年生の初めての公式戦ということで、まあ、攻撃も守備も中身が定まらない中で、コントロールするのが大変でしたけれども、なんとか気持ちだけはですね、一つになって戦うことができたんじゃないかなと思います。ありがとうございました。次の試合に向けての意気込みをお願いいたします。はい、まあ、課題は山積みですので、この環境を与えていただいていることに今一度感謝しながらですね、次節も勝利をみんなで目指して頑張りたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。